ということで、私たちコンビニ行ってきたじゃないですか。今回セブンイレブンとファミマ、またもや私たち新商品買ってきました。おい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 、毎月やるつもりかよ。ネタがねえからってそうやって毎月。では新商品紹介していきます。はい、ポテトチップス、キムタクご飯味、ちょっと待てよ、フレッツェルみたいなベビースター、ジャガビー有機焼きのり味、全種類買ってきた。スタバの新作、桜香り箱の寿司、牛タン味噌和え、海鮮巻き2種、今出るの新商品焼きそば、出ました。今出るの新、今出るのシリーズ、やっぱり出ますか。新発売ってこんな堂々と書く。セブンイレブンの方もいいですか。いいですか。お豆腐入りひじき、桜のドゥーブルフロマージュ、スイートポテト、今出るのって感じです。わさび納豆巻き、あさりしぐれ煮、ソースが決めて、コロッケパン、今出るの。一番今出るののやつだ。最高潮、今出るの。今出るのミニ冷やし中華、今出んのこれ。今今冬だし。フォカッチャ、桜もこ、桜ミルク、豚しゃぶパスタサラダ、エビ天そば、イカフライおかか、うん、なあ、いや、こちらですね。シシいただきます。いや、豪華だな。最初は全部食べきるっていう目標で、もちろんですよね。豚しゃぶパスタ食べていいですか。じゃあ俺米食べていいですか。牛タン、これちゃんと紹介しないと本当に、うん、ただ食べるだけになってるから、セブンとファミマにね貢献しないと。やっぱりただし、パンポイントもありますからね。まあ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 、そうしないと人形変えなくなっちゃう。おいしい、これいただきます。ちなみに僕ごまドレあんまり好きじゃないんですけど、辛口出ますよ。いただきます。ちょっと言わせてもらっていい？豚しゃぶの前にちょっと肉が少ない。言わせてもらう。評価は大事だから。なんか大きい豚しゃぶ3枚くらい。ゴミ、これはゴミくず。すぎた余裕が。でも美味しいですから。ファミマおにぎり美味しいよね。そらさ、うん、ご飯が多い。俺が作ったからこれ。海鮮2種食べます。リンゴいっちゃっていい俺。うん、これなんだろう、これこれ美味しそう。すごいね、それなんだろうね、それ。しかも結構ちゃんとしてんじゃん、子供でも潰せないぐらい。このペットボトル飲み口、いただきます。うん、うまい。スクイーズスクイーズ、うん、え、果汁すごくない。じゃあ、2種のジンタ食べてないもん。タラキキム、おいしい。うんうん、いけそうじゃない、なんか今回こそは。うん、サラダパスタ完食。この3つあったらどれが一番あんまりそそらない。サバかな。ドリアスを食べよう。お豆腐入りひじきの煮物食べます。見せてよ。美味しそうに映るね。お豆腐紹介したんですけど、やっぱりカロリー気になるじゃないですか、食べるってなると。これ何キロカロリーですか。14。めちゃくちゃ低いな、お前。これ108キロカロリー。これカロリー気にしたことないからわかんねえわ。なんか出してる、これ当てるか。大体これね、高いよ。280。これか。280、420。ダメだ。この焼きそば、何に違うのかな。普通じゃん。味を変えてまた出しましたってことじゃん。そういうことなの。味が違うんじゃない。匂い、匂い普通。味も普通なんですよ。普通なんですよね。そうなんですよ。もしかしたら焼きそば出てなかったのかもしれない。まだ焼きそばはまだだ。今さ、めちゃめちゃ出会えるの。前回も出会ったの、ホット、うん、それより今ある、うん、新しく開発したんじゃなくて、また出します。聞いてみよう、それ。新発売で書いてあるやつ、昔からある気がするんですけど。うん、シシ。これのレジ打ってくれてる人がさ、おばあちゃんでさ、ピーが止まったのかと思って、遅すぎて。そのおばあちゃんのお父さんを、若い女の子がそのおばあちゃんのゆっくりなペースについていって教えてた。こうこうでしょ、押すじゃん、押すじゃんって。卵って落とすのか、上上まで行く。俺もさ、コンビニの店員さんやってたんだけどさ、なぜか子供と老人にはタメ口でやって。子供いいかな。いや、まあ店員さんだけど、あ、まあ、ほんかお兄さんこれってチョコ2個出してきた。それで20円だよって言ったら、なんでタメ口なの。可愛くねえな、このクソガキ。シシ
食べるぞ。うん、気になったね。フライドチキンやったでしょ。うん、行くぜ。あ、うまっ。意外とでも味がね、表面にめっちゃ味ついてる感じではないね。違う、でもハマるな、なんか食感とかが。俺はハマらん。フォローも何もなきゃ。イカのおかずご飯完食。最近なくない、キャップの上についてるってやつ。ないね。でも俺大人になってから久々になんかそういうのがあったの。リラックマの布キャップみたいな、いらなと思って。捨てるもなんか申し訳ないじゃん。手書きの手紙2枚、ここに全部捨てれねえよな。お弁当ならまだわかる。作った農家のおじちゃんの笑顔が写真に残せないよね、絶対。お肉とかは、その豚の写真と名前と、どう育ててきたかっていう飼育員さんの手書き。涙だとついてる手紙。楽しかも。これ切りやすくしてほしいな。お、来ました。もうちょっと切りやすくしてほしいみたいな。しかもこれと一緒に入ってるからヌルヌルして余計なの。うん、どんどん出てきます、リアルなやつが。冷やし中華とわかめで合う。熟成無理。急にラクトの配慮。これめっちゃでかくね。これすごい。これなんか桜のマークで粉がついてる。やらかそうだな。量がすごい。おいしい。うん、普通だね。サクラーメンって言うの。あー、言うよね。あんま好きじゃないけど。じゃあちょっとポテチ食べます。キムタクは、ちょ、待て。キムタク眠くなってきた。それをリズムよく。眠たくなってきた。音楽作れた。僕眠くなってきた。デリリ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 デリ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 。すごくない？シシ。冷たい感じ。あ、でも辛さはあんまない。なんでこの味出したんだろうね。パッとしないじゃん。美味しいよ。パッとしない。他にもあったじゃん。ネタないのかなって。YouTuber よりきっとネタに困ってるよね。大変だよ。じゃあ練りに練ったんだね、キムタクも。それはちょっと申し訳ないです。いやでも大事よ。あ、俺たちは必死に考えたネタ出してみんなから批判を受けることある。ファーストサーレンステップアップ、うん、これはもうお互い様カラミーと、お互い良いものを作るためにね。そうって言ってる意見に対してみんなから開発部の人がかわいそう。あ、俺らが言って可能性もある。そう、潰し合い。進撃の巨人マンチョコいいっすか。何出るか当てたら C が見える。マジサクサク。おー、いいとこ行くじゃないですか。いきます、せーのと。残念、ミケザカリアス。ミケあれじゃマイナーじゃねえか。かまぼこもご飯食べようかな。いや、ちょっと完食。フランクカラメルハンドシリー、これ食べてみてよ。テストを食べた俺がハバネロ食べたって、もう無関心よ。なんか真っ赤っかいですけど、全然食べれる。辛いよ、確かに辛い。でもこんなに痛いよって。あ、でも辛いわ。辛い。ディソース経験しててもそれは辛い。紹介しよう、紹介。甘いの食べよう。いいよ。スイートポテト食べます。辛い。でも美味しい。素敵なコメント来た。最終的には美味しいっていう。有機焼き海苔塩味。あ、ジャガビー美味しい。なんかね、ジャガビーの完食ってあるじゃん。その海苔塩バージョンだ。あとスタバの桜ドリンク飲みます。食べな。うまっ。中にすんごい入ってる。ミックスベリーか。優しい。優しい味だよね。気ぃ使わなくていい。気ぃ使わなくていい。本当に気ぃ使わなくていい。気ぃ使わなくていい。これもう体に浸透して。あ、浸透してた。すでにしてた。アサリしぐれ煮食べてみたいと思います。ついこの段階でおにぎりは残すことはないけど、今はとりあえずお餅かな、これ。え、え、え、やばいか。女性のオッペイだね、それ。オッペイなんじゃね。ちょっと、ちょっと、てよく目つぶって、目つぶって。ちょっと待って。ここからおまんじゅうより全然柔らかい。桜の方もちょっと気になるの食べましょうか。これは桜か。流行ってんね。待って、テオ君これ。いや、無理があるや。ちょっと買ってパキパキじゃねえか。一応触るんね。一応気になるからね。いただきます。もう今食ってる。ここに…やだ、やめようよ。せめてここに戻してあげようよ。ちょっと逆さなし。
どんな角度でも立つ。硬いから、硬いからどこでも立つ。これ、こいつ落ちんじゃないか。最後まで見てくれてありがとう。ということで2月のコンビニ新商品紹介でした。もうこれは大食いじゃないのかな。完食を目指すにはちょっと考えてこなきゃダメだね。明日のスカイピースはデスソースの次に来る激辛なものを無表情で食べる。それでは楽しみに。ピース。